なんだっけ、忘れちゃった。マイカパルピエノ商品集より子守唄オーパスの8ナンバー6を初見で音取りしてみたいと思います。8分の5って書いてあるすっごい難しいんだけど、どういう意味これ。 8分音符が5個入ってるってことだよね。1、2、3、4、5 でしょ。こんなのなかなか弾く機会ないよね。あ、難しいよねこれ。シとミがフラット。まあいいや、もう楽譜の通りに弾こう。もうね、感覚つかめるようになるまで。でも8分ばっかり並んでるから、あ、難しい。でもあ、これ左かびっくりした。あ、こんな1小節なのね。え、間違えてさ、不点打ってあるよ。6で数えちゃうよ。5にしようよ。1、2、3、4、5、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 1、2、
なんと切ない子守歌だ。何か思い出してるのかな。眠たい時に聞くあれなのかな。あー独特。というわけで拍の取り方がすごく難しかったけど、まあみんな同じテンポなので 1,2,3,4,5 って心の中で思いながら、まあ私口に出ちゃってましたけど、思いながら練習が必要かなとは思いました。というわけで子守唄という曲でした。